今日タクヤ来て、タクヤ。はい、ブッキングマネージャー、拓也です。あ、よろしくお願いします。拓也はですね、今、1週間ぐらい前からツイキャスで生活、ツイキャスのですね、投げ銭だけで、給料ということでツイキャス生活してるんですけれども、はい、どうすか、調子は。そうですね、右肩下がりの感じがありますかね。最初はどんぐらいだったの。最初、初日は、ありがたいことに1万2000円ぐらい。1万2000円からまず8000円とかになって、1万2000円、8000円、はい、で次の日だったら7000円です。7000円、はい、で次の日は6500円とかで、はい、で次の日は自分一応お休みだったんですけど、家からちょっと配信して、それ2800円。まあまあお休みだし、まあまあまあ、しょうがないんだって。で昨日またアダムの受付で配信して3600円。はい、どうする。ちょっと何か策を打たないと。なんかツイキャス生活と言いながらも、はい、なんかもっとこういうそのストイックな雰囲気が全くこう伝わっていないような感じがしていて、ね、リアルにこいつはツイキャスの投げ銭が本当に給料なんですけれども、そのちゃんとお客さんに伝えた方がいいのかなと思って、はい、まあ、ちょっとこういう動画も撮ってるし、ちょっと新たにちょっと制限を加えてみたらどうだろうかと。制限3600円とかで、はい、のアダムの受付のところで1時間くらいなんかギター弾いてられると、はい、邪魔なんですよすごく、はい、あ、そうですよね、邪魔くさくて、はい、なんかちょっと通れないし、そうですね、なんかちょっと気使うしみたいな感じで、まあまあそれがなんかすごく、まあ、変な話、お金を生み出しているなら、そうですね、そうかそうかそうかなんですけど、な、はい、めんなと邪魔だとなのでこれね、5000円いかなかった次の日は、はい、次の日トイレでやってください。おお、なるほど、はい、はい、トイレ開けててもいいから。でもなんか歌ったりするとちょっと邪魔くさいから。そうですよ、トイレでずっと喋ってる。ああ、めちゃめちゃ嫌ですね。それトイレでやる、行かなければ5000円5000円いけば、やるし、5000円いかなかった次の日はトイレで配信して、で、また行かなかったらまたトイレだし、まあ、それトイレでまた5000円復活したらまた向こうに戻る。また受付に入って。まあ、なんなら、2万円ぐらい、はい、突破したら、このメインステージを使っていく。あ、とってもありがたいです。3段階で、はい、ちょっとこうやっててもらったらどうかなと。なるほど。はい。で、なんかちょっとこうピリッとするんじゃないですか。ちょっと、そうですね。ちょっとサラサラやっちゃってかもしれない。そうそうそう。トイレとか本当悲しいからね。本当に嫌ですね。あ、でもで、3日連続トイレだったら、トイレでやられるのも邪魔くせえから、もうツイキャスやめてください。まあだから、まあなんかちょっと工夫した方がいいよ。そうですね。ツイキャス自体。そうですね。はい。お客さんからもね、たくさん愛してもらってるんですけれども、まあどしどし、改善策とかあれば。ぜひ。応募します。ちょっと彼がかかってるんでね、はい、もうね、ツイキャスないとちょっと別に来なくていいな、みたいな。